はい。こんにちは、いやーすです。えっ、ー、と、このチャンネルはですね、まあ僕が独り言を言うという、まあそんなチャンネルで今んところこう頑張って、まあ登録者数1000人目指しているのでよかったら登録をお願いしたいです。お願いします。で、えっ、ー、と、今回に関しては、あのー、まあ、うつ病の治療を開始して3ヶ月が経ったんで、まあちょっとその現状の、まあいい点とか、こんな感じですよとか、 ここらんが大変ですよとかまあそんなあの話をしてきますでまあそれはまあ飲んでる薬とかまああとはそのカウンセリングとかに関してもちょっと話そうかなと思ってますと。でえっ、ー、と現在僕、えー、まあ、うつ病の治療を開始して3ヶ月が経っていてで えと投薬している薬はイフェクサーであとはその、まあ、認知行動療法、まあ、要するにカウンセリングだよねまあそのカウンセリングの方も併用して、えー、とやっているという感じですで、えー、まず良かった点に関してはもうあの気分が落ち込む沈むとかっていうのも,もう一切なくなっているしまあこうやる気とか あのそういった部分も、まあ、活力みたいなものでよねモチベーションみたいなそういう部分もこう結構毎日それなりに高いところを維持できるようになってきているしえっ、ー、となんだこう気分が不安定になったりとかっていうものも基本的にもうない状況なのであれ自分ってうつ病を今治療してるんだよねっていうふうにまあ唯一何ていうのをこう。 気づく時はまあこう毎日薬を飲んでるんでその時ですとまあそれぐらいまでいろいろ安定していますとでえまあなんでそれだけ本当に薬との相性が良かったっていうそこら辺はまあむちゃむちゃラッキーだなと思ってますなんでかっていうとその人によってはその薬をいろいろ変えていかなきゃいけないそうでないとこう自分に合ったものが見つからないっていうそのフェーズが大変なのでまあ実際僕はそれを あの睡眠障害の方で継続してやってるんであの本当に大変なのわ分かりますと。でえっ、ー、とまあちょっと思った通りというよりもまあまあそういうもんなんだろうな仕方ないよねっていうふうに受け入れてるのかまず。 えー、今現在そのエフェクサーを1日、えー、と最大で摂取できるようって 225mg って決められているのですが、まあ、それはもう継続まだしましょうという感じになりました前回の診察の時にもなんかあのすごいいい感じだしあんまりその薬を飲む時以外自分が鬱つだっていうことをなんか忘れるような感じなぐらいまで まあ、いい経過ですよっていうふうに、まあ、主治医の方には伝えましたと。で、それに対して、じゃあまあこの漢字をキープしましょうなんで、まあ、225ミリは継続でみたいな感じで言われたんで、まあ、それはもうじゃあそれでお願いしますって感じで、えー、と接種をし続けている状況です。なので、こう,う,うつの状態が、まあ、体感的にほとんどなくなったとしても、 まあ、薬の量が突然減るっていうのではないんだなっていうのを、まあ、今回体験して、まあ、実感というかあ、まあ、そういう感じそういう治療なんだなっていうのが分かりましたと。で、えー、ともうすでにこう体というか脳みそがその最大容量に慣れているので初めてその最大容量を飲んだ時に感じた、まあ、ちょっと副作用というかなんかちょっとか脳みそが熱くなったりとかふらふラ,フラ したりとかっていうものは、まあ、今回はやっぱもうないっていうのがまあ良かった点になるのかなまあそんな感じですよとでえっ、ー、と引き続き、まあ、引き続きて悪い点っていうかちょっとあの困難な部分にぶち当たっているのは、えー、と睡眠障害に関してはもう継続的にあの治療というか ししましょうああしましょうっていうふうに悩んでいるところです。で実際にその医者とも密にコミュニケーションをしてで、えー、と今回その、まあ、睡眠薬今まで飲んでたのが2種類になりで継続して飲んだものに関しては量が増えっていうところで、えー、と現在その睡眠障害の方をどういうふうにコントロールしていくのかなっていうのを試している最中です。で実際にそれによってこう 睡眠障害は前回と比べるとまあ改善しているのでまあいい方向に向かっているんだなというふうには体感はしているけどまだ全然そのまだまだこういう部分が気になるっていうのがあるんでそれはまあ次の診察でまあ相談してどうなるのかっていう部分かなただやっぱり寝れる時間が まあ増えるっていうのはなんとなくその体力的にもさらに体感的にもうつの状態がより安定良くなっていくっていうのをま実感してるとやっぱ睡眠ってすごい重要だなと思いますただちょっと薬の量が増えちゃってますよっていうのはなんか個人的にあんまりこうなんか好きじゃないというかこう増え,増えなかったらよかったなみたいな感じで思ったりもしますと。で えーと認知行動療法カウンセリングに関しては、まあ、あのカウンセラーさんともずっとこう、まあ、セッションに続けて今6回目ぐらいなのかなで、まあ、そのカウンセラーさん自身もおっしゃってるというか、まあ、ほんのりどう思ってるかはどうかわからないけれどこう会うたびに、まあ、前回話した内容、まあ、じゃあ次のアポの時にその話をしましょうってなった時には まあ状況とか自分の中での結論もすでに出ているからま,あまた次の別のトピックでみたいなことがまあ連続して続くっていう感じでしたと。でここに関してはまあそのカウンセラーさん自身のまあその人が見てきた多分その患者さんとかもいろいろ含めてもそうなんだろうけどまああまりないケースいい意味でねって言ってました <laughs>。それが本当にいい意味になるかどうかわかんないけど。 でえー、とまあ、今回その、えー、もしこのチャンネル見てくれていらっしゃる方がいたら、まあ、僕こう台湾にいろんな理由があって、まあ、旅行に行きまあそれの報告も兼ねてまああのフォローアップの、まあ、カウンセリングをやった時にちょっとその自分の中で、えー、とトピックとしてこう 話したいというかセッションとしていろいろカウンセリングを受けたいっていうトピックが1個出てきたんでちょっとこのテーマで1個設定できませんかっていうことで、えー、とカウンセリングも継続していく流れになりましたとでプラスその金の話をしてる時に、えー、ときにカウンセラーさんがちょっと面白いフィードバック、まあ、面白いというかフィードバックをくれて 僕としては非常にそれがこう興味深く感じたんで、まあ、それも合わせてちょっとこのテーマで、えっ、ー、と、まあ、認知行動療法というか、まあ、カウンセリング続けていきましょうな、てだったので、まあ、継続、まあ、薬はマックスで継続しつつ、えっ、ー、と、認知行動療法、カウンセリングも継続しますというところで、今3ヶ月が終わったっていう状況です。なので、特別その、なんか、薬の量が減りましたとか、 あのもうカウンセリング受けなくよくなりましたってところには全然到達はしてないのですがまあそのう、ね、つ、まあのメインの症状、まあ、気分が落ち込むとか気死燃料がとかでは全然なくなっているしあのなんでいろんな物事にすごく集中できるようにもなってきているから日常生活では問題全くない状況に今なってます。ただ、まあ、一つののポイントとしては現在僕がその状況を 可能な限りその,じじなんうのライフスタイルをシンプルにした上で実行してるんであのそこに通常のライフスタイルをどんどん戻していくと耐えきれるのかっていうと多分耐えきれないと思います。そそれはのののこの前あの オーストラリア人の友人がちょっと日本に遊びに来たんで48時間一緒にいるっていうことをやった時にえと体感したんでまあその話はまた別に動画に撮るんですがあと,えと睡眠薬の方に関しても別途動画を撮りたいと思ってますなのでえと良かった点に関しては睡眠障害以外に関してはもう,うつ症状がもうほぼほぼ全部なくなってますもうやる気に満ちてますっていうところまでまあ3ヶ月治療やって戻りました っっていうところが良かった点ですなのでそのやっぱ積極的にそのなんつうのかなアクティブに治療を受けるっていうのも必要だしまあ医者とのコミュニケーションも必要だしとにかく脳みそを休ませるっていうことが必要なんだなとまあ、いろんな多角的なアプローチをして気づいたっていうのがあります。まあ、なので一応 現状としては治療は順調に進んでおりますと、まあ、そんなお話ですただ、ね、やっぱりその医療費もかかるしこ,うなんこのコンディションになる前と比べるといろんなものが不自由になっているしもう健康であることがあのマジで <laughs> あの羨,羨ましいというかもう重要なのでちょっと皆さん本当無理しないで健康な人生というか毎日お過ごしください。でちょっとでもなんか,、あのー、なんか心がもやもやとかなんかちょっとおかしいなと思ったら、まあ、ちょっと別の動画でも言ったんですがまず、えーとまあ、気軽に心療内科行ってみて自分に合ってないんだったらもうそこに行かなくてもいいしとりあえずその初心の部分をクリアする。 ことによって本当に必要な時に、あのスムーズにヘルプを受けられるっていう体制は自分でやっぱ取っておかなきゃいけないと思うんで、まずは健康でいてください。ただ、ちょっとそうじゃなくなりそう。なんか変だなと思ったら、もうあの。とりあえず診療の中にかかってみて、自分に合った医者をまあ、ストックしとくというか、<laughs> あの見つけとくっていうのが重要です。と、まあそんな感じです。 皆さんちょっと健康にはお気をつけください。そんな感じかな。じゃあね、バイバイ。